イメラジオ第5355回。今日は令和5年8月2日水曜日です。時刻は午後4時半、横浜港北水曜日の午後。5時からはオンラインの授業があるんですが、それ以前の時間を使っての放送です。開け渡した窓からは夏の虫たちの声がもうガンガン聞こえてきますね。風が吹き抜けて、今日は風が強いですよ。さて、今回はモスクワへのドローン攻撃、こんなタイトルです。モスクワへのドローン攻撃。まだ夜が明けないそういう朝早い時刻に、なんとモスクワの中心部でドローンがビルに突っ込んで爆発している、その映像をご覧になったリスナーさんいらっしゃいますでしょうか。衝撃的ですよね。あれ、爆弾積んでないとあのような爆発にならないので、今回のドローン攻撃っていうのは犠牲者出なかったんですけど、出てもおかしくなかった。しかも民間人が標的である。プーチン大統領は早速声明を出して、このウクライナが今回のドローン攻撃やったんだと、まあ、多分ウクライナでしょう。他にこんなことするところがないのでね。しかも今人工衛星使えば、このドローンがどっから最初に飛来したかもすぐにつかめるはずです。ただしどこから飛ばされたドローンかっていうのはニュースに出てきませんね。ウクライナからと思われますが、なんで言わないんでしょうか。まあ、西側メディアだから報道されないんでしょうか。そしてこのようなウクライナからの攻撃があるからには停戦交渉など考えられないというプーチンさんのその物言いは、まあ、ある意味妥当でしょう。よく今回のウクライナ戦争に関してロシア軍によるまあ残酷っていうのが西側メディアでは報道されるんですが、今回犠牲者が出なかったから良かったものの、ウクライナにしたところでこのような民間人を標的とする攻撃は行ってはいるわけですね。だからロシアが悪くてウクライナが良くてという、あの西側メディアの報道は偏っていると言わざるを得ません。またドローンがこんなところにまで侵入してきていること自体、ロシアの防空体制はどうなってるんだろうと思わずにはいられないでしょう。こういう攻撃をされること自体、実はあの軍、ロシア軍としては大失態で、ロシアの民間人が安心して暮らせて、で戦争はその民間人とは関係のないところで起きているというのが、まあ、ロシアによるそのロシアにとっての戦争のあり方なんですけど、なんだと、ロシアの民間人だってあの脅威にさらされているのか。まあこの目的のために、つまりロシアの民間人に恐怖心を与えるというために、このドローンの攻撃はあったわけですね。3機発射されて2機は撃墜されて、1機だけがモスクワの中心街で爆発した。何度も言いますが、犠牲者が出なかったのは良いことですが、これでもし犠牲者が出ていたら、もっと繁華街の時間帯だったらどうなっていたかわからないですよね。今アフリカ諸国の代表がロシアとウクライナの停戦交渉の調停をやっているようです。アフリカはロシアと仲がいいし、まあ、ウクライナと話ができないわけでもない。何より欧州ではないということで、第三者ですから、まあ、プーチン大統領もこのアフリカの国々の指導者が調停をやってくれるということを多とはしているようです。評価しているようです。プーチンさんとしても。とはいえ、今回のドローン攻撃、
実際に攻撃やってくる国と停戦交渉はできない。それはプーチンさんは言うことでしょう。ゼレンスキーさんはどうなんでしょうね。この今回のドローンを撃ったのは我々だとか、あるいはその我々の力を思い知ったかとか、そういう声明は出していないようです。あるいはクリミア半島の橋、あれを爆破したのはやはり我々だ、こういうこともゼレンスキーさんは言わない、あるいはウクライナ政府は言わない。プーチンさんとしては西側メディアはもうウクライナの味方で、それは偏っていて、ウクライナが起こしているこのようなテロ攻撃、これについて何にも言ってないじゃないか。おそらくプーチンさんはそう言いたいことでしょう。私もロシア語ができれば、ロシア語のニュースから、そのロシアで一体このウクライナ戦争がどのように報じられ、どう議論されているのかがご紹介できるんですけど、そこまでのロシア語の語学力がない。それが残念でなりません。結局私も、まあ英語とかドイツ語とかのそういう西側のメディアに頼らざるを得ませんね。ここが夢ラジオの限界ですよ。今回はモスクワへのドローン攻撃、ありがとうございました。